日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ、よろしくお願いします。一つよしなに、明日がね、ミュージックソンなんですよね。そうなんすな、24時間、やるんですけども、いよいよね。で、我々、メインパーソナリティということ で、うん、でこれ、よく考えたら、今日オールナイトやるじゃないですか。で、明日の12時から、ミュージックソンが始まるんですよね、日本放送で。そうですな。で、そこから12時、次の日の12時まで、24時間で、でね、なんかね、その間にもね、オードリーのオールナイトニッポンがあるんですよ。明日の1時から3時まで。え、2日連続でオールナイトニッポンを1時3時ではやるわけですよ。そうか、日曜だからないのか、そうなんです、日本の枠がね、はいはい、そこは、そっか、やんなきゃいけないのか。だからそうなんですよ、本当は平日だったらいつもパーソナリティやってる方がやるから、1時から、5時まで休めるんですよ、だけど、日曜日だからいないんですよ。そこはない。何やってんだ日曜日は、この1時は。日曜日の1時って休止枠、休止、あ、そもそもやってないの。あのマックス松浦さんの仕事が遊びで、遊びが仕事で、ああ大人気番組だ。うん、あ、日本放送の、マックス松浦さんやってくんないかな。生でそこ、いや、だからそれもしたらなんか頭だけ出てみたいな、そうだね、お話ししたことないし、会ってみたいっていうのもあるし、はいはい、したらね、パーソナリティだから一回行けるもんね、番組。いや、そうなんですけどね、それだけでもいかんのか、中島みゆきさんとね。なんか今日はだから、結構流し気味にやろうかなと思ってて。まあ言ってももうすぐだもんね、終わって。そうだよ、だから効率があんま良くないよね。で、それで、そうなのよ。こう来てさ、これ終わって、もう帰ってさ、また昼来なきゃいけないでしょ、だから今から始めればよかった、多分ね。それはいいな。この時間から。それはいいわ。ラジオチャリティー言っちゃったら始まんねえかな。ああ、それはいいかもしんないね。したら、このままずっとさ、日本放送行って、明日の今、に終わるわけでしょ。はい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 、東出さん呼んでさ、今からさ、1時からね、して、そうよ、電話受付とかもしてさ、今からさ、やばい、なんか深夜1時から始まってもねっていうのはあるよ。前回は、まあね、これ金銅だったんだって、7年前に俺たちがパーソナリティやって、ああそう、ということで24、25で絶対やるみたいで、はい、あんまそうだね。で、金曜日のいいともにレギュラーで、出てたんですよ、その時は。いやいや、もちろん覚えてますよ。うん、で丸2年ね、いいともレギュラーで、はいはいはい、最後はオードリーの仕事はもう全部、終わったんじゃないかっていうふうにね、言っていただいて卒業しましたけども、あ、はいはい、はい、うん、やるべきことはね、やるべきことは全部やったんじゃないかって、やりきったんではないかと、今思うとそんなわけねえだろ。そんなわけねえ。2年で全部やりたいことを全部やったんじゃないかっていう理由なんだよっていう、うん、そうだね、ことは思いますけども。で、それ終わって、あ、そう、新宿からね、そのままやったんだよね、徳光さん。だ、徳光さんこの間お会いした時に、今年もやるんだってなんつって言って、日本放送のつって、あ、そうなんすよつって、覚えてるなんつって、前回やった時、俺がね、やったんだよ、オープニング重ねちゃったら、ああ覚えてますよなんて話してね、したんですけどね。普通の話じゃねえ。どっちが悪いんだ、その普通の話。いや、明らかに徳さんでしょ。そんなことを春日に話しかけてくる。いやいや、それでそんなあったよね、金土でやって、だから24時間で12時に終わって、で、土曜 の、そっか、お昼の12時に終わって、土曜日の、ね。そう。で、俺は、オードリーが、その土曜の1時からまたオールナイトだから、また来たんで、だから逆パターンだったんで。なるへそ。あとだ、今年は先だけど、うん。だからなんか結構平日であった方が良かったな、ミュージックソンは。まあ、そうだね。か、金土だったら、オールナイトもちょうどいつもやってるから、良かったんだ。ああ、でもそうすると、やんなきゃいけないのか、夜も。まあでもほら、なんか一回来てまた帰ってとかがないからいいじゃない、
あそう、ね、来たっきりで全部できるからね。あだから前回はね、うん、ヘロヘロだったって、やっぱりオールナイトあのもう一回聞いてみたのって石井ちゃんがしたら、うん、2人とも声も潰れてるし、そんなわけないでしょ、トークもヘロヘロで、逆になんかもうキレキレだったんじゃないの、うん、もうなんかこうなんていうのこうなんかハイみたいなさなんかねトライアスロンみたいな感じでね、うん、ミュージック論だったトライアスロンの論で言ってたって、んそんな話したわ、うん、ミュージックゾーンでそのミュージック何マラソンってことなの、そう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 、ですよね、そうそうそう、マラソンどころの話じゃないの、トライアスロンだっつって言ってたらしい、うまいこと言うね、いや、うん、7年前で32歳かの若手にしちゃうまいこと言う、うまいこと言うね、うん、ちょっと自虐も入りながらね、入りながらね、素晴らしいね、だからやっぱ任されるんだよな、また、まあ、7年後ね、7年後にまた任されるんだよ次は46の時にまた7年周期で周期で、うん、任されるかもしれないですね、ああ、それはもうありがたいね、で結構でも、うん、明日12時から始まっちゃって、まあ7年前との違いですごい心配なのが、なんか7年前よりはやっぱりその老化してますから、うんうん、まあそりゃそうだ、そのメイク直しの回数が増えると思うねよ俺、あ前回はどのぐらい ?24 時間で何回ぐらい ?24 時間でね、記憶してる中で、あのね、数えてもらったの面白いから、あメイクさんに、はいはいはい、前回はね、うん、40回ぐらいだった、いや結構多いいやいや何回やってる1時間に。そっか、でもあれか。CM ごとにぐらいのテンポだった。ああ、最初は少ないけど、やっぱり時間が経つにつれて多くなっていくのかな。そうそうそう。次の日の昼までが多分多かったんだろうな。特に、そうそう、特に、うん、あの、次の日とかさ、うん、増えるじゃない。ちょっと疲れてるから、シワというか。まあ、そもそも若林さんがメイクしたってことがちょっと驚きだけどね。気づかなかったけどね。まあ、そうそうそう、うん。あの、プライベートでもメイクするから、俺は。ああ、なるほどね。うん。あ、じゃあ、そういうノリでもあったんだ。プライベート。もともとそうだからね。ああ、うん、そう、それ知らなかったけどね。はい、元々美意識が高いんだね。まあ、まあよく言うとそうですよね。うん、だ今回もうちょい増えると思うんですよね。まあ、7年前で40回だから、まあ、行くだろうね。50は行くんじゃないかな。いや、50以上行くでしょうよ。倍まで行かない、ね。そのたんびになんかこう、東島さんと春日だけにしてしまうのがなんか心苦しいけどね。東島さんはあのノーメイクだから、いや東島ノーメイクなわけない、東島さんノーメイクなのよそう、いやそんなことない、プライベートも、いや女性だからノー、だからそんな、うん、あそうなの、ノーメイクなんですよ、うん、ああそう、うん、結構なんかそういうとこあんだね、俺はなんかメイクしないとスイッチが入んないみたいなとこあって、結構休みの日でもメイクすんだけど、あそれも自分ですんだ、そうなってくる、自分です、自分です、兄弟があるから家に、へえ、あそれ知らなかったね、だからなんか、部屋来てないからね、俺の部屋わかんないと思うけど、まあ、兄弟があって、うーん、四角い背もたれのない椅子があって、ああなんかあるね、パカッと開けると刺繍がしてある。はいはい、はい。椅子割る部分。椅子割る部分開けると中に入れられるんだよね。化粧水とか。ストックが。あれ開けるとふわーっとね、化粧品の香りがするのよ。椅子。で、こう、右の引き出しね。うん、薄めの引き出し開けると、うん、こう指輪が何点か刺さってた、あの、こう、もっこりした、はいはいはい、俵型のおむすびが入ってるみたいな、ね、間のところに、こう、指輪とか入ってて、ネックレスとか、イヤリングとか、奥の方のね、ところに。あ、そう、うん。普段はこう、ちょっと鏡に布はかかってるのかい？普段かけてる。あ、かけてないと、やっぱりちょっとあんまね、縁起がね。で、布かけてて、こう、うん、テーブルの、ところっていうの、はいはいはい、台だね、手を台だから。そうそうの、はい、あの、ガラスと木の板の間に、うん、オードリー・ヘップバーンの写真を挟んでる。ああ、いいじゃない。いいね。今度なんかダウンタウン・デラックスとかでその写真出してよ。あんま知られてないから、それはね。そうそうそう。世間に。うん、まあ、嘘なんですけども。だろうね。うん、そりゃそうだろうね。なんかさ、うん、ミュージックソンとなるとさ、こう、日本放送のスタッフさんいっぱいいらっしゃってさ、うん、なんか、前回、
なんかちょっと嫌だったなと思ったのが、あの、うん、全員がすごい張り切ってるんだよね。いやそれはまあそうでしょ。あれがなんかちょっとね、あんまりなんか、いやダラ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 ってなんか吐きがダラダラしてたらもう怒鳴り散らしますよ。難しいなこれ。張り切っても嫌なんでしょ。なんかフラットで行ってほしいってこと。あのみんなこう揃いのジャンパー着て、うん、なんかミュージックスを盛り上げるぞみたいな、うん、なんか日本放送の実力の見せ所だみたいな一致団結した感があるのよ。あのそれはでも日本放送のスタッフさん、でもやっぱ日本放送で言うと1年で一番でかいイベントでしょ、うん、そりゃ気合入るでしょ全員、うん、それがちょっとね、それ何それなんかちょっと圧があると、何圧苦しいそういうこと、なんだろうな、なんか強制力みたいな、なんつうのかな、なんか この仲間た仲間意識ちょっと強すぎるかなみたいな、あちょっと引いてしまうとか、ちょっと乗り切れないってこと、そこにちょっと乗り切れない部分は7年前あったけど言えなかった、32歳だから、あまあそうだね、今年はね言うかもしれない、いやいや、どうしたらいいの、あんまりなんか分かってんねん、その、うん、一致団結してるっていうムードが、これはあるでしょ、あのなんかちょっと引く部分ありますよって、うん、あの言っちゃいけない、そういう冗談が通じないっていう雰囲気も感じてはいるのよ。ああ、なるほどね。うん。うん、それ本気だからね。本気だから。うん。だから、まあ、冷静に判断すると、その雰囲気に乗っかっていこうとは思ってんね。俺も大人だね。大人じゃない。大人よ、まあでも乗っかるしかない、それはね。そこはなんだって乗っかるってか、ね、むしろ引っ張っていこうと思ってる。だから、うん、赤いジャンパー俺の分も用意しとけっていう気持ちはあるよ。あやっぱチーム感出るからね、同じ服着るとね。そうそうそう。団結力出るからね。そうそうそう。それはまあいいことじゃん。みんなでやっぱりさ、ミュージカルね、はいはい、やっていこうっていうイベントだから。その、いろんな、あの、派がある、派閥っていうか派があるから、うん、俺と春日のこの、うん、なんか若干、この、うん、何、あの、関東の間っていうかさ、なんかちょっとハスに構えた感じで、はいはい、まあよまあそうあるね。こう、ちょっとミュージックソンにハスに構えた感じでやるスタイルが好きですよ、みたいな感じが、好きな上層部の方と、嫌いな上層部の方もいるだろうからね、それは。まあ、そうだろうね、うん。もっとこの真剣にね、はいはいはい、熱くさ、みたいな人はいるかもね。熱いんだけどね、ハスに構えないと照れが、あれってのはこれ関東の間だからさ、まあ、これが。そうだね。シティの、よくないところよ。うん、まあ、シティっていうかね、数が所沢なんで。入れてくれよ、一応。シティっていうかね。うん、まあ、まあ、関東の間でいいか。そうそうそう。っていうところはちょっと考えてて。うん、で今回どう体力的にはもう何の問題もないでしょ、普段鍛えてたら。うーん、で俺は石井ちゃんには言ったんだよね、うん、ミュージックソン24時間なんか欲しいものありますかって言ったら、やっぱ化粧水は置いといてくれっていうのは乾燥するから、うん、っていうのは言ってて、あとあの女優ライトもちょっと用意してほしいなとは思ってんのよ。ああ、まあゲストの方迎えるからね。あ、俺のね、うん、え俺の女優ライト。あ、若林さんの？うん。はあ、それ何用で？あ、なんかね、映像もちょっとあるんだよね、石井ちゃん。あ、そうなの？また映画作るの？何？うん、いや、あの、J コム。ね、え？入んの？フジテレビの中継が来る時には女優ライト欲しいなっていうのは言ってんのよ。ああ、そう。うん。じゃあ、結構難しいね、そのカメラのね、位置もね。まあ、女優ライト側からしか撮れないです、ね、俺と秋田家城さんの分ね、女優ライトを秋さんいらないよ。秋さんいるでしょ。秋さんいらない。秋さん使わない人でしょ。あ、女優ライト、うん、見たことない秋さんの前ライト。そういえばあの人なんで使わねえんだろうな。マイナスだもんね、秋さんに女優ライト当てちゃったらね。いや、マイナスってことはないよ、ね、テレビのスタジオ来ていただいたら分かるけどね、うん、女優ライトめちゃくちゃ眩しい人いるんだよね。いやー、いるね。うん、カンペを見るときに、ジョイライトが視野に入って、もう、めちゃくちゃ、わかる。カンペ見にくい人ってね、いるんですよ。うん。何だよね。本当に。そうね、うん、モニターの横とかでね。まあ、俺はね、そんな、まあ、共演はしたことないですけど、話には聞いたことあって。ああ、なるほど。噂のね。そうそうそう。そういうことね。誰かいた、うん、そういう人。まあまあ、いたような気分。眩しかったなって。眩しかった。モニターの横かなんかなってね。それ誰それ違う。ちょっと忘れてしまいましたけどね。お前すぐ忘れんな。
ちょっと忘れちゃったけど、いたように記憶はしてますけどね。でなんか、うん、ちょっとね心配なことがすでにあるんですよ、ミュージックソンに対して。何？いや、ミュージックソン始まるのはいいですよ、楽しみで、うん、で終わった時にね、うん、そのなんかミュージックソンロスに自分がなっちゃうんじゃないかなっていうね、そういう怖さちょっとあるんです。東島か東島か東島か、そんなような話先週してたやなんかね東島くんがもう今から寂しいみたいな、ミュージックソン終わってしまうのまだ始まってもいないのにさいやでちょっとその気分はあって、俺も実は、まあ、そう東島さんと一緒で、だから、うん、うん、俺もねちょっとそれあるんですよね。まあでもそれはもうどうにもならないじゃん、もう全力でね、うんうん、もうやり残したことないぐらい、うんうん、かけないと、はいはいはい、いけないじゃない逆に、うんうん、ロスになんないんじゃないやりきれば。でもちょっと楽しみですよね、なんか飯田アナと吉田よひがね一緒に中継出たり、うん、なんか聞いた仲悪いらしいね、あの二人があ、そうなの、なんか噂ではね、うん、飯田さんとよひがあんま仲良くないっていう話を聞いてたりして、ああじゃあその二人がどう、うん、ね、うん、絡むかっていうのも楽しみだね、その後。そうなんですよね、うんうん、でなんかどう、実際なんか用意してほしいものとかない、大丈夫、うん、まあ石井ちゃんに聞かれたんだけど、うん、また思い浮かばないんだよね。あ、特にじゃないんだ、なんか肉類を用意しておいてくれとは言ったけど、あ、まあ、腹減るじゃない、あれとかいらない、ここに黒いやつ塗る、ああブコビッチみたいなやつ、そうそう、日よけの、日よけの、うん、黒い、うん、いやいらない別に、室内なんだからさ、ああそうか、外出るんでしょでもね、外出た時眩しかった、でも、うん、急遽用意してもらうらしいんだ、うん、あのね下にね、うん、うん、まあだから それぐらい私が言ったのは、うん、猫がねいてくれたらいいなとは思ってんだけどね。猫、うん、アニマルセラピー。ああじゃあスタジオの中に動物がいるってこと？うん、そうそうそう。いや動物ピースやねんだからさ。いや寝れなくてさ、うん、もしさ寝れない？落ち着くの触ってるとさ動物って、うんうん。落ち着いちゃダメなんじゃないの？あそう。寝ちゃったりするんじゃない？そうかもしれない。うん、確かにね。うん、まあねそうだったらまあハッピーだけどね。でもなんか俺結構ミュージックソンに向けて体調整えてきたところあるからね、うん、今シーズンは。うん、一番年末のピークをミュージックソンに持ってこうっていう意識はあってさ、まあ確かにね、で俺なんか24時間でミュージックソンの漫才を最後に作って、うん、なんか披露するみたいな話あって、はい、でなんかそれがなんかネットニュースみたいになってて、見たらなんか24時間を振り返る漫才を最後にやるって書いてあったのよ、うん、で俺はね何も24時間を振り返る漫才だって、うん、思ってなかったのよ。ほう、何だと思ってたの？いやだから24時間の中で、うんうんうん、なんかこう思いついたことをテーマに漫才やるんでいいんだと思ってたのよ。ああ、そのミュージックソンに関係ないことも、いやだから俺が募金箱持ってる人で春日が募金しに来た人の漫才コントで最後作るかもしれないけど、うん、勝手にその可能性を削ぎ落としてたのよ。24時間を振り返る漫才を披露って。俺は一言も言ってないんだよ。その設定を決められてんのよ。あもうすでに。なるほど。24時間で漫才をだと、まあ、全然だいぶ違ってくるもんね。そう。振り返るっていうのは。いや、昔のネタ番組じゃないんだから、設定向こうが決めてくるって。うん、いや、と思ってさ、もう決まっちゃった設定を振り返るって。振り返るしかないんだよ、だからもう。関連したこと、起こったこと。俺は未来に向けての漫才作りたいとかって気持ちもあったからね。24時間ミュージックソン終わったその後の未来に向けてさ。うん、未来、うん、未来に向けてさ、つまり日曜の12時から後のことの、うん、をテーマに漫才やりかもしれなかったわけであって、うん。それをだってミュージックソンの中で作ればいいわけだから。なるほど、この後帰ってどうとか。そうそうそう、何したいとか、でもしかしたら24時間のミュージックソンの中で、うん、あこれは最後締めくくるネタは、うん、コンビニの店員とお客さんだなって思うかもしれないじゃない。うーん、まあまあちょっとまあ違和感はあるけどね。お前が口出すな、まあ、何もしねえくせによ。ネタお願いします。ちょっと言い過ぎちゃった。いや、まあ、なるほど。だいぶ限定されちゃったってことね。そうそう、テーマがもう決まっちゃってると。そうそう、はいはいはい。
かちょっと石井ちゃんのヒゲ全部剃ろうかなと思ってるの、明日まで。ちょっと罰として。ああそれはいいかもね。うん、ネプチューンマンみたいなヒゲ生やしてるからさ。そう、憧れてんのかな。憧れあるだろうね。うん、ネプチューンマン憧れあるかもしれないな。うん、でトゲトゲのベストをそのうち。で昨日ほら、うん、検索ちゃんの漫才がさ、漫才って言えばだけどさ、オンエアされてさ、パチンコのネタやったじゃない。はい。で俺はさ一箇所さ、うん、なんかまあムカついてるっていうか不思議なことがあって春日に対して、うん、パチンコのネタ作るからパチンコ屋さんに行ったのね、うん、自分で。でなんか AKB のパチンコとか北斗の拳とかいろいろあるね。やってみたら、うん、こう玉入ってで、うん、ルーレットっていうのはなんか回るときに、うんうん、なんか AKB の女の子が出てきて、うん、なんかそれじゃあ行きますよとか言ってこわーって回って、なんかそして北斗の拳だとなんかそのなんかじゃあなんか回れみたいな感じ、うん、まあかなみたいなのがあるんだな、うん、それから回るんだなって思ったから、うん、なんかルーレット、うん、回しますみたいなことを台本で書く場合に、うん、一個ね、うん、仕事があって、うん、なんか、春日語に近いことに直す作業があんのよ。ああ、はいはいはい。うん、うんで。そうなってくると、なんか、ルーレット、回りますよとか、うんうん、なんか、ルーレット回れじゃないじゃん、うんうん、春日。まあ、そうだね。何笑ってんだ、お前。いやいや、春日のことを、ね。ヘラヘラすんな、お前、ラジオで。いやいや、そういう番組だろ。なんでこうシュッとしてなきゃいけないんだよ、そんなもん。あ？え？報道番組で、そんなヘラヘラされたら困るわけね。報道番組だけないだろ。何も社会にとって有益な情報をさ、いつも発信してないんだから。芸能ニュースなり、うん、普通のニュースなりについてオープニングは話してるからさ。一回もないよ。チャレンジし何回もしてダメだったじゃないか。それでね、うん、で、ルーレット、周りやすとか、なんかそんなことが頭によぎるわけ、はいはいはい、春日っぽい言い方を。うん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 、で、春日って、なんかこう、なんか無理やりテレビとかで、うん、コーナーの進行とか任されるときに、うんうん、ワゴンとか、うん、料理とか、うん、ゲストとか呼び込むときに、うんうん、いらっしゃいって言う。お前すげえ笑うな、自分のことだと。いや、あるあるだからさ。あるあるって笑っちゃうじゃん。笑うよね、自分のことだと。確かに言ってるなと思って。なんでそんな春日は春日が面白いんだよ。春日あるあるが一番笑っちゃうね。で、なんか司会みたいななんか任されてて、うんうん、さあ今回はその焼きそばをご用意しましたよ、うんうん、焼きそばいらっしゃい。もうすげえ笑うなお前で言うなと思ったの。いいね、いいね、うん、ネタ書いてる時に言う言うね、パソコンで、はいはい、だから、うん、ルーレット、うん、回りなさいみたいな、はいはいはい、うん、言い方かなと思って打ったのね。そ, ねそれは、春日がセリフを言いやすいようにする、うん、俺は、うんで。それで、うん、稽古になったら、うん、なんか、ルーレット、うん、回りなさいみたいな言い方してんのよ。うん、いや、違う違う、お前に寄せて、うん、俺は直したのにって、うん、稽古場入った時、思ったんだけど、それは言わない大人だから。うん、あと、なんか、二人しかいないね、稽古場で。うんそうね。てか、なんか、ブー垂れた顔で、なんか、やってんだよ、台本見ながら、スマホで。いや、ブー垂れてない。見ながらやってるからさ。英単語帳が横に置いてあってさ。うん、そりゃそう、受験生だから、ね。その片手までスマホで見てんだよ、俺が送ったパソコンの、うん、台本を。うん。うん、それはそう見ながらだから、しょうがないよ。で、追っちゃってるから。で、お前ほら、言うじゃん。うん、俺は、こんぐらいのトーン、お前言うじゃん。うん、なんか、ワゴンとか出てきた時に、なんか、うんうん、なんか、こういう言い方すんじゃん。さ、うんうん、はぁ、あ、みたいな。うん、なんか、言うかなとも言わないし、言いますねとも言うの。はぁ、あ、みたいな。うんうん、なんではぁってこいつマジいきなりぶん殴ってやろうかな、逆にと思って。うん、泣いちゃうよ。やめてくれよ。うん。こんなことされた。で、俺はなんか、いや、言うじゃん。なんか、で、なんか声張れないの、二人しかいないから。うん。俺も実演したんで、お前ワゴンとかさ、呼び込むとき、いらっしゃいって言うじゃん。あの言い方で、うんうん、なんか、ルーレット回りなさいって言ってほしいのよ、うんうんうん、って言ったら、うん、あはぁみたいな、うん、マジだからねこのトーンだから俺は、うん、春日があのネタの中でルーレット回りなさいって言ったら、うん、うるせえって言うんだけど、うん、その怒りが込められてんのよあそこに、うんうん、本来いらないからうるせえなんて、うんうんうん
そうそうそう。それなんか春日語に言いやすいように直してる作業があって、それはね、あのその苦労はね、春日っぽい言い方の誰も気づいてくれないと思ったらね、あの加藤千恵さんだけね、あの小説家の加藤千恵さんが気づいてて、若林さんって春日語めちゃめちゃ知って言ってるんですねみたいな。なんか春日さんがああ言うだろうなってことをなんか書いてるんですもんねって、あのネタライブ見に来たと言われて、なんかめちゃくちゃ恥ずかしかったって。いやそうなんですよって言えばいい、恥ずかしがることないそんなのは。いやそれでね、ルーレットの顔が割れて、またその中から鬼瓦が出てくるみたいなのがあった時に、なんかじゃあなんかね、あのピシピシピシの亀裂がね、入る部分がなんか大きいのよ、オンエア見て気づいたんだけど俺横、なんか顔にちゃんと入れてほしいのよここに、あれどなんかこう入れてんのよって今ラジオだから伝わない。いや何笑ってんだお前。お前すごい春日のことで笑うなお前。いややっぱあるあるだからね。じゃあ、ここが顔が、顔に沿ってこう亀裂が入って、顔が割ったら、手もこのぐらいって、なんか、こう割れて、こうで、お前自分はすごいでかいと思ってんの、ね、お前アンドレぐらいあると思ってんだろ、自分のこと。いや、あると思うよ。いや、そうよ。お前164だからな、しちゃう。低いな。176台。164って。そんな低かないよ。いやそれでね、最後ね、諦めるのはまだ早いですよって、これは春日後に直したの、諦めるのはまだ早いみたいのがあったの、パチンコやりに行ったら実際に、でも諦めるのはまだ早いですよとか言いそうじゃん、なんか本番なんか稽古の時はそういう風に言ってたと思うんだけど、なんか本番なんか継続ちゃんでテンションが上がってんのか、めっちゃなんかいい声で、諦めるのはまだ早いですよみたいな言い方してて。お前すげえ春日で笑うな。しょうがねえやろうだね、ほんとにね。いや、いいんだけど、そのぐらいのことはいいんだけど、全然漫才には支障ないんだけど、俺にとってはストーリーができちゃってるからさ、なんか、結構いい声で、なんか、なんだろう、元気な青年実業家みたいな声で、諦めるのは、まだ早いですよとか言って違うんで、なんか、猪木みたいなさ、感じで、諦めるのは、って、まだ早いですよみたいな、じとーっとした言い方じゃないかと。なんか楽しくなっちゃったんだ、多分ね。動いてるし、なんか。そう。まあ、そういうのがあったけどね。そうね。しかし、年末だとさ、なんか、来年の目標とか聞かれることあるじゃん。ああ、あるね。ないよな、ああいうのな。年末年始ね、今年の目標。抱負とかな。今年何やりたい？どんな一年にしたいですか？まあ聞く、まあそうね。まあ、どんな一年にしたいですか？どんな一年にしたいって、なんか、聞かれたらどんな感じ？心の中。心の中、いや、まあないけどな。どうもこうも。どんなチャレンジ企画が来るだろうな、ぐらいだよな。まあ、何やんのかな、春日はね。春日はね。何やらされんのかな、何やるのかなが一緒の意味だからね。いや、そうだね。もう予想しないことがやっぱり起きるから。今年のエアロビとかもね、東大受験で予想してないからね、今年の。年始には。はいはいはい。まあだから何が、まあでもそういうことよ。だからそんなこと言ってもなんか、はぁーってなるじゃん、向こうも。ああ、はいはいはい。そう答えてもね。はぁーみたいな。なんだろう、正解がね。いやー、やっぱり何もないですわ、ダメだもんな。ダメだよね。何もないですってダメだよな。何もないけど何もないですよ、ダメじゃない、そら。いやー、難しいな、それな。何を。春日だったら何が似合うからな。まあそうだね。でもその、春日の濃度もさ、結構難しいのよ。ああ、濃さをどれぐらいにするか。春日色に染めるみたいなことをさ、2018で言ってもさ。何その目標。やめろ、それ。
いや言わないけど仮によ。あ仮に。これ2000、ね、ごめんごめんごめん。2009とかだったらいけると思うのよ。はいはいはい。うん。なるほどピンク色に。日本を春日色に染めるみたいなやつね。そうみたいなことを言って2018言ってもさ、はみたいになるじゃん。それね、やめろよそれ。いや言わないよ。だその春日のそのね濃度が。春日濃度ってあるんだな年によってその時の状態によって。うんうんとまあ環境とかねによってまああると思うのよ。結構増築とかそっちかもね春日がもし目標増築アパートのアパートのいやそれもさ何ボケなのか何なのかみたいなさあの家の、うん、あの2階の横に、うん、なんか、うん、こう屋根の上にベランダ作りましたみたいな増築感が出てるベランダあるじゃん。あ、あるね。ああいうベランダ作ってほしいのよ。道路の方に向けて。いや道路の方には無理でしょうよ。道路は多分ルール的に多分ある。道路の方に向かう。上だったらわかんの。上も無理だろうけどな。あー、確かに難しいね。俺も困るもんね。うん、聞かれてもね。いやいや、そう困るでしょ。はあ、うん。いやー、なんか、え、なんかその、うん、テレビ出たての頃さ、うん、2008年、2009年かな、うん、言ったら、うん、こう、目標とか聞かれたりさ、うん、なんかこう、なんか、うん、あと真剣に雑誌のインタビューとかで聞かれる時あるじゃん。はいはい、ポリシーとか。うん、そういうのも、2009年の頃から恥ずかしかったの、喋、うん、るの。え恥ずかしい。なんか、春日ってあんまそういうことを喋んなかった記憶があるの、うん、インタビューされても。あで、俺なんか、2009年とか、うんはいはい、もう、あの、ちょっとこう、テンションが上がっちゃってて、あの、うんうん、テレビに出始めたから、自分を、自分語りするのがもう、うん、もう最高だったのよ。恥ずかしい男だね。インタビューで。恥ずかしい。恥ずかしいね。それなんか恥ずかしいっていうのはもうあったの、うん、2009年ぐらいに自分のこと語るのは恥ずかしい。あ全然あるある全然あるね。最初から最初からあるね。それはあるよ。聞かれんじゃんこの漫才の形のこととか、うんはいはいはい、これを生み出した瞬間ってどういう瞬間だったんですか、うん、って聞かれた時にもう俺なんか、うん、まあ今だからこそ言うけど、うん勃起してたんですよ。興奮しちゃって。興奮しちゃって。来た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 。だから結構、固めのジーパン履いてたのよ、あの時期は。バレちゃうからさ。なるほどね。ジーパンの生地で押さえつけられるように。自然と。そう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 。オートでね。固めのジーンズ履いてて。そういう時から、なんかちょっと、あんま喋りたくねえな、みたいな感じだったの。まあまあそう。でもほら、春日っていうので乗っかってるからさ。はあ、逆に言うと、それがあってよかったよね。春日って便利だなぁ。嘘をつけるもんな。いや、嘘じゃなく、いや、俺も若葉だったらよかったわ。なんで字数を合わせない、春日。3文字だってさ、嘘ついてもよくなるじゃん。いや、そんなないよ。そんなルールない。ないないよ。いやそれがね、だからね、結構昔からあるじゃん。うんというあのここ何年か急に来てんのよ。その自分のこと喋るのがなんか恥ずかしい。恥ずかしいから、うんうんうん、この間も取材あってさ、うんうん、なんか元人見知りの若林さんのコミュニケーションの秘訣って何ですかと聞かれたらさ、うん、そんなのマジかよって思うんだよ。まあ、で、親父死んでからさらにね。うん、なんか自己実現系のことを自分で言う系、うん、でなんかこういう気持ちだったんだ春日とか、うん、なんかって思ったその時。あでももうだから状況もあるだろうし年齢とかもさ、うん、あるだろうし、なんかボケのやつは求められてないもんね。あそうだな。ちょっと本当マジのやつをっていうでなんかちょっと変な空気になるボケると。うんそうだろうね。なんかあのいや特に努力とかしてないんですよこれがって言ってもなんかこう、うん、文字にならないわけじゃない向こうさんからしたらお仕事で来てもらってんのに、うんうんうん、でなんか恥ずかしいのよ自分のこと話すのがもう。ああまあそうだね。まマジなのマジじゃん。自分から自分のこと話すなよって思っちゃうの最近。でもなんでもどうなんだろうなそういうのって、うん、いやー難しい。まあだから難しい。聞かれても話せないとね。うん、そう、まあ終わんないというか、それ求められてる。なんで恥ずかしくなるのかな、あれな。でも好きな人いるよな、ずっと喋ってる人な。
まあそうだね、密着とかでな、ね、ずっと自分のこと喋る人だ、うん、知ってほしいっていう、あれ恥ずかしくねえのかな、あれ恥ずかしくはないんじゃない、喋る人それも知ってほしいっていうのがやっぱりあるわけだから、知ってほしかったんだよ、2009、10、11、12、13、14と長えなじゃあもうそれも知ってほしいやつだよ、それ知らない今更なんか恥ずかしいとか知ってほしいのが長えじゃねえかよ、なるほどな、それはあるね、ないから難しいんだよ、うん、でないは失礼だから、お仕事の、いやそりゃそうですよ、うん、それのねお仕事で聞いてくれてるわけだから、参った、参るな、急に来ると参るだろうね、若林さん、私なんかだからそのね、いいこと言ってもやっぱ春日が言ってるみたいな、でなんかでも滑ってるじゃん、そのなんかその取材でも春日って、うん、滑っちゃないよ、でそういうこと言って滑っちゃない、で腰が一個重いのよ俺も、なんか記事、うん、記事で突っ込むって、うん、記事のインタビューの時に横で突っ込むって、なんか春日色に、あ、春日がみたいなこと言ってる時に、なんか、いや、どの面下げて言ってんだよみたいなことを、なんかもう U ランク、なんか、まあ自分で言うのは U ランクじゃないんだよね。U ランクだよ、また。まだ言わなくていいランクだよ。そんなないよ。俺もそういうことしなくていいから、でもなんかお前がなんか一人で突っ込んでさ、ライターさんもさ、みたいなさ、感じ。いやいやいや。そんな嘘笑いされたことないわ。あるじゃん、うん、だから。だからもうそれに乗っかるしかない、私はね。あ、うん、普通になんて おしゃべりできないからね。あ、うん、俺も若葉にしようかな、じゃあ、春日みたいに。なんで若葉ですか、なんかタバコの銘柄じゃないけどさ、うん、若葉、ね、なんかそういう感じにしようかなと思っていや、そうだったらどうすんの、したらまずその理由を聞かれるじゃん。なぜ若葉さん若葉に。めちゃくちゃ語ろうかなと。そこじゃあ、どっちにしろ語るじゃないですか。いいよ、変えなくて。あれ、好き嫌いあるんだろうな、喋るのがな。うん。あ、まあまあ、それはあるでしょうね。どうしてんのよ、もっと長い文字で、春日一人のインタビューの時とか。そしたらなんか、どうしても喋んなきゃいけないでしょ、だって。そしたらね、春日、なんかね、ベタなことを言うようにしているね。ちゃんとしたベタなこと。聞いたことあるな、みたいなこと。あえて。うん。それはやっぱそうっすね、みたいな。なんか、うん。なんだろうな、例えが出てもいい。なんかもう聞いた、オリジナルじゃねえだろ、それみたいなことを。あ、お前のよく言われてるもんな、それ。あ、そうなの？いや、知らないけど。うん、オリジナルじゃないようなことを、やっぱりその、東大受験なんてやつ。やっぱそうっすね、自分の可能性に、みたいな。でもそれは、だって、春日感入ってるから、まあ、聞き応えあるじゃん。だから、だけど、その、オリジナルのことは出ないから。でさ、それさ、すげえ腹立つのがさ、うん、なんか、俺がさ、例えば、うん、まあ、今もうないよ、俺たちに漫才のことを聞かれるなんてインタビューないけど、うん、もしさ、なんか漫才のことインタビューされた時にさ、うん、俺がよ、うん、めんどくさくてよ、うん、なんかそれあの全部漫才の中に入ってるんで、うん、漫才見てくださいっつったら、うん、それが文字に、何笑ってんだお前お前明日来るな、ミュージックソン奥田がちょっと笑ってたから今。ダメだよ、すべて漫才の中に入ってるんで、漫才見てくださいっつって言ったら、何笑ってんだこいつ、おいこいつ帰ろうダメだよ、ミュージックソンのメインパーソナリティの機嫌損ねちゃった。いや、普段明日来ねえかもしんないよ、普段から言ってるみたいになるから。ダメだ、気ぃ使う。特に気ぃ使わないと。本番の前日なんだからさ。お前、俺の横座るなよ。ほらほらほら。知らんぞ、もう明日どうなってる。まあ、それはそうだね。ダメじゃん。ダメだろうね。おそらく。まあ、言ったなぁと思ってる時は最近あるなと思って。だから昔、春日ってこういう気持ちだったんだろうなと思って。うん、まあまあ、そうだね。あの、いいねが欲しいっていう感じの、うん、で、いいねされたら気持ちいいわけじゃない。うんうん、そういう感じだったんだと思うね。俺が固めのジーパン入ってた。当時は。2009、10、11、12、13、14とさ。なげほぼずっとだよ。よかったじゃないか。うん。それは。気持ちよくてよかったじゃない。いや、参ったなって思うこと最近多くてね。うん、なんか、おじさんってそういうことなのかなと思ってた。まあ、そうかもね。だから逆に言うと、おじさんだから、うん、ちゃんとしたことを聞きたいみたいなこともなるだろうしね。あ、聞く方はね。そういうのいらないんだよ、本当のやつを、みたいな。
だけどやっぱ本人的にはね、恥ずかしさっていうのが出てきちゃってるからもう難しいよね。いい試合できないよね。結構キューバの本の時大変だったのよ実は。あ、それは聞かれるじゃん。そういうさ、俺が言いたいのは、うん、本当に言いたかったのは、うん、それ全部本の中に入ってるんで読んでください。何笑ってんのお前。お前やばいやつだなお前。そういう時に笑っちゃうやつ。そういう時お前やばいぞ。お前そんなそんなことで笑ってたら。全部本の中に書いてあるんで読んでください。お前何笑ってんだ。でそれもねあんまりね、お前奥田とか春日がね、うん、今みたい俺はいいよ笑われても、うん、こういうことを言って奥田とか春日とかが笑うから、うんうん、起業する若者が出てこないんだよ。いやいやいや、そんなでかい問題まで行く。いやこれ本当だよ、奥田と春日がそういうので笑うから起業しようっていう子とかが出てこないんだよ、うん、あんまりこのなんか若いさ、うん、才能のある子いっぱいいるのに、うん、ああそう、二人のせいだからな。私たちの、うん、お前らがここって俺が言って笑うからだよ。みんな笑われたくなくなっちゃって起業しないんだから。いやそれは別に関係ないよ若い人は、うん、若林さんを笑ってる。何笑ってんだ。他のね若者とかって頑張れって思うよ、うん、心から思うよ、うん、いや笑うんだったら、うん、笑いで笑ってほしいけどね。いやそれはね、いやもう二人ともやばいよ。お前らそれ笑うのがかっこいいと思ってんだろ。いや思ってないよ。熱いこと言った人のことで笑うのがかっこいいと思ってんだろ。いやいや、それなんか大人の印だと思ってないか。熱いこと言った人で笑うこと、笑わないと逆にやばいってプレッシャーを感じる俺は。逆に二人から逆になんか臆病に見えるね俺には。いやいや、そんななんか深い根みたいなものないのよ別に。我々は哲学みたいなところね、単純に若林さんのことをその笑ってる。笑ってんじゃないわよ。気をつけるんだからね、うん、今後はね気をつけてくださいね、うん、まあちょっとこの話の続きはね、うん、明日のミュージックソンでしたいと思います。いやいや、いらないよ、うん、これ石井ちゃんゲストでこんな方来るっていうのを 言ってもいいの。もうこれあいいの、うん、梅沢富美男さんね、はいはい、来ていただいて、うん、忙しいのにね嬉しいっすね。ここの年末でスケジュールを、まあ、そうよ、うん、ね開けていただくて、うん、秋田家城さん、うん、で森脇健児さん、うん、忙しい中ね、うん、来ていただけるっていうことでありがたいですけど、うん、で山里亮太さん、はい、ね、うん、来てくれますから、ね、普段の TBS ラジオでねレギュラー持ってんのにミュージックソン出てもらう、ほんま日本放送に出るイメージないもんね。ちょっとね山ちゃんとはね明日はね、明日だよね、うん、山ちゃんちょっとね俺じっくり話したいと思ってんのね。うん、うん、いいんじゃないですか、うん、せっかく来てくれるからね、うんうん、高橋みなみさん、はいはいはい、はい、うんうん、元気の秘訣を聞きたいなとは思ってるね、うんうん、で萩ちゃんが来ますから金ちゃんですね。あ、金ちゃんさんが来ますから、うん、萩ちゃんじゃ大将ね、うんうん、で鶴瓶師匠、はいはいね、うん、で郁恵さん、うん、元気の秘訣を聞きたいなと思って郁恵さんには。いつも元気じゃない、いつも元気だね、元気です、明るくて、その秘訣を聞きたいなと。ああいいですね。で松本明子さん、うん、うん、で花輪さん、うん、でゆずさんが来てくれますから。はあ、ゆずさんは前回も来てくれましたからね、うん、ゆずさんの曲をほら NHK の番組でこの間聞いたじゃん、目の前でね、生音で。あれすごい贅沢だよ、ね、贅沢だよあら、贅の極みだねあれ。ああ贅の極みだなあれな。ああ歌うまかったな、うん、歌がうまい。で真壁刀義さんと本間さん、お新日本プロレス、はいはいはい、はい、うんうん、来ていた。シングルマッチやってくれるみたいで。そうなの。イマジンスタジオリングは、リング作ってて、リングはない、なしで。いやそうアメリカンプロレスじゃねえんだからさ、駐車場のところでWWE じゃねえ完全に。うん、秋山翔吾さん、はいはいはい、選手ですね、秋山翔吾選手、そうですね、埼玉西武ライオンズので、ショーパブ芸人が先週の電話オーディションで生徒さんが聞いててよかったなって思った人呼ぶみたいです。なるへそ、うん、なんか、うん、ちょっと小耳に挟んだんですけど、このショーパブ芸人たちが自分の、うん、
ショー、モノマネをやってくれるんですけど、その尺、時間の尺で、つべこべ言ってる人が多いみたいです。これ、裏情報で聞いたんですけど。それでもうちょっとやらせてくれみたいな。もうちょっとやらせてくれっていう人が多いみたいです。でもその短くする。いや、そうだね。その生意気なことね。はいはいはい。うん、で、3時5時深夜のね、うん、三四郎がオールナイトニッポンやってくれて、うん、この時間我々ちょっとこう休憩できる。うん、で、はい、三四郎のそのラジオにね、うん、ゲストでアルコ&ピース、で、マシンガンズの西織、で、アイク・ヌワラが出演すると。うん、まあ、もっと、この、増えるかもしれないです。明日飛び入りで。なるへそ。うん、とりあえず、今決まってる方々ってことね。そうそう、それで、うん、公開放送で、有楽町日本放送の地下2階のイマジンスタジオのガラス越しにね、うん、放送一部公開するということで。はい。で、公開時間言います。今から。うん、24日日曜日、正午から午後3時まで。ほう。と、午後4時から夜10時まで。うん。で、これ結構メイク直すの見られちゃうかもしれないですけどね。うん、まあもうしょうがない、それはね。で、25日月曜日が朝7時から9時まで。はい。で、観覧される方ね、ぜひ募金してね、うん、いただきたいなと思いますけども。そうね。うん、お願いしたいですね。これ、もういいのかな？告知してもいいですね。で、日本放送の1階ステージでお笑いライブがあって、うんうん、24日正午夜8時まで、うん、たくさん芸人さん出てくれる。はい。で、25日、うん、これ、ほんとこれ。25日午前10時から11時までの1時間、タイガビッグスモールンって書いてある。これ2組でやるってこと？1時間？え？っていうか午前11時までやったらさ、うん、エンディングとかいちゃうじゃん、この2組がね。え、1時間ぐらい。そうだね、あと1時間だもんね。うん、うん、で、愛の泉ステージでイベントで、うん、ミュージックソンでは募金を受け付ける拠点で愛の泉を設置すると。はい。で、これが丸の内切手の、うん、1階特設ステージ。うん。で、埼玉新都心コクンシティのコクン広場っていうところにありますので、よろしくお願いします。はい。で、仲良し募金隊中継というの、日本放送アナウンサーの、うん、吉田さんと飯田さんの仲良し募金隊が、なんかいいらしいんですよ。うん、二人がすごく。どっちなの？仲悪いって言ったら言ってたり。なんかね、仲、うん、悪いんですって。ほう。だからなんか明日ちょっと仲裁したいなと思ってんだけど。だからこれをちょっと企画した部分もあって。なるほどね、二人でね、うん。うん。一緒に過ごしたら仲良くなるかもしれない。で、各地へ募金二人がお願いに回るのよ。うん、だからその予費は日本放送という企業にとらわれず、マルチタスクな活動をしてる人で、うん、飯田さんはもう本当生え抜きの、もう日本放送魂みたいな感じで、うん、こう生き方が違うからね、いがみ合ってるのかもしれませんけども、ね、なるほどね。でもこう仲裁したい。でもやっぱり日本放送という元のね、うん、元でやっぱ働いてる2人だから仲良くしてほしいよ、ね、うん、してほしいという気持ちある、うん、でさっきも言いましたけど24時間を振り返った漫才を、これがちょっと今納得してないですけどね。うん、うん、大変そうだこれ。振り返るとはね言ってないんですけど、うん、で春日ちょっと届けに来てっていう企画があって、春日さんがリスナーのところへ、うん、直接行くっていう企画ね、うん、で届けに行ける場所と電話番号を書いて、うん、なんかちょっとお願いしていただきたいなと思っていると。はい。で当日ミュージックソンでも募集するんですが、今のうちから応募できます。で、受付メールアドレスはいつものこの番組とは違って、うん、ミュージックソンの専用アドレスの 43@1242.com でございますね。うん、数字で4と3です。うん、で、アットマーク、で、数字で1242で .com ということでございますね。うん、はいはい。これ届けに来ての募集ってこと？そうです。まあ、今から。春日さんに会えますからね、うん、これ実際。まあ、そうだね。うん。うん、何かを届け。より小さいですから。
なことはない。びっくりしないでください。そんなことはないよね。うん、あと目尻とおでこのシワが思って深いですから、それは絶対その部分2ついじんないように。そうね。お願いします、ね。下切れちゃうかもしれないですからね。生放送でね。生放送でね。それはまあやっぱりもうね、うん、スイッチだからもう自分がどうなるか抑えられない部分だからさ。はいはいはい。うん、絶対にそこは触れてほしくないけどね。気をつけてください。うん。ということで、ニチレイプレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい、ニチレイ。日本いいリモデル。日本触媒。日本大学。以上、各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン笑え。最近疲れてんのかなって自分でも思う時があって、うん、あのアメフトで、高校生、うん、試合をよく見に行くのがすごい好きで、うん、ああおっしゃってたね、うん、で、うん、あの高校生大学生、うん、そして社会人っていうのアメフト見るのはとにかく好きなんで、うん、テレビでは大学生とか、うん、社会人の方のアメフトも見るんですけど、うんはいはい、見に行くとして高校生のアメフトなんですよ。で、まあ東京都の、うん、まああのトーナメントとかも見に行ってて、うん、なんかもう、パス落とした選手がさ、うん、他の選手がさ肩叩いて、うん、どんまいみたいな感じの見るだけでちょっともう泣いちゃったりしてる感じ で、うん、早いな、うん、でなんかこう怪我した選手がいて、うん、1年生とかがすごい勢いで担架を持ってったりしてるの見るだけでちょっと泣いちゃったりするのよ。泣くね、随分。で、なんかそれはなんでかよくわかんなくて、うん、で、タッチダウン決まってもちろんハイタッチとか抱き合ったりしてると、うんうんうん、もう泣けてしょうがない。ほとんど泣いてんじゃないもう。で、結構井森さんが高校野球好きな気持ちもわかったんだよね、それで。なんかその、これに近いのかなと思って。で、なんかやっぱ、純粋な気持ちでアメフトやってる、うんうんうんの見るのがいいのかなと思って、なんかまあ春日もそうだと思うけど、うん、なんかこうこの年になると生きててもさ、大体金と権力、うん、それによってこう言葉とかも選んでるわけじゃない。特にまあね、春日さんとか。いや、そんなことない。いや、なんかものすごい汚れた人間みたいなさ、なんか言い方が悪い、ね、本気の言葉を言ってないじゃない。だって春日さんは生きててさ、まあ一度も放ったことはないね。本当の本当のやつは。金と権力で自分の得になるか見て、言い方変えた方がいい。金と権力ってなんかさ、どんな言い方したらいいのかな。いや、それはだからその雰囲気とか、うん、ね、うん、その状況と雰囲気よ、うん、いや一緒じゃねえか意味よ。いや、金と権力だとさ、でもそうじゃないよとは言えない、うん、ないでしょ、だって。まあそうだね。お金もらうからね。まあ、権力はね、春日さんあんま興味ないと、うん、金でさ、春日さんこうコメント変えるじゃない。金ってって言い方あるんだ。それはお仕事だからね、そういうさ状況。仕事だ、損得かな、うん、自分の。で、なんかこう変えるじゃない。損得じゃないじゃん。その場に合う。結構こう、うん、なんかね、うん、この人すごい人なんだよって言われる、うん、ね、うん、若いスタッフさんにはすごいなんか話しかけんのに、うん、なんか言われてない人に話しかけないじゃないか。いや、そんなことないよ。俺そういうの見ててね、なんか、うん、ああ、変わんねえなーって思う。いやいや、いつからそうだったんだ、私は。ずっと前からそんなことないよ。うん、そんなね、その将来有望なスタッフさんも、うん、そうでないと言われてるスタッフさんも、うん、一律して話しかけないからね、かけろ、お前。どっちにしても話しかけないから、ね。話しかけられないから。かけろ、かけろ、お前。それないんですけど。なんか、うん、まあ、そういうさ、うん、部分を見たくてさ。うん、まあ、ちょっとそうで、高校生頑張ってたからね。なんかいいよね。感動するね、確かにね。うん、で、ずタイガさんと、なんかアメフト東京都の決勝とか準決勝とか見に行って、うん、もうタイガさんも42も、うん、で、うん、俺は39だからさ、うん、2人でさ、もうずっと、いや、かわいいね。かわいいねって言ってんの。なんでかわいいって気持ち悪いな。それだとなんかそういう目で見てるみたいな感じになっちゃうじゃん。かわいいねだと。
チョイスがさ、言葉の足を組んで、いいねとか足を組んで2人で、うん、かわいいね。いやもう立ってんじゃねえかよ足組んでたらよ。じゃあそういう意味で言ってないのよ。いやもう状況だってワンピース着てるから、うん、その、うん、なんつうの、その足組んでないとこ、なんでワンピース着てるの、スタンドが段差があるから。おねえし、なんでおねえ長袖のワンピースがすっごいゆったりした足首までの、そろそろ問題だよ、その格好で言ってかわいいねなんて言ってたら関係者以外入れない試合になっちゃう、そんなこと言ってたら。まあまあし、まあアメフトの試合のね、うん、展開とかも好きだから、うん、タイガーさんに説明したりしながらさ、うん、で今日ね、そのクリスマスボール、うん、高校生の日本一が決まる試合ですよ。だから野球で言ったら甲子園の決勝ね、うん、それがあの厚生学園と神田一高、うんうん、関西大学の一高の高校と、ね、うん、関西代表と関東代表が戦うわけですよ、うん、で、うん、それがまあね、レペゼン川崎聖堂さんね、レペゼン川崎ですけどもかっこいいな、金のぶっといネックレスしてね、うん、聖堂さんがいやいや川崎の人ってだけだよ。で、富士通の、スタジアム川崎、まあ、だからロッテのさ、うん、川崎球場がアメフトのあのスタジアムになったのよ、専用のね、専門の、うん、で朝起きてさ、うん、川崎まで車で一人で行ってさ、うんうん、なんかビッグスモールンのゴンちゃん誘ったんだけど、うん、テレ東で打ち合わせがあるっていうことでちょっと言ってた。なんだテレ東でって打ち合わせだけでいいだろう、なんだそれその言い方。いやテレ東で打ち合わせがあるんですけど、なんだテレ東でって言わないだ、 LINE が返ってきたからさ、打ち合わせだけでいいだろう俺は知らないよ、ゴンちゃんがテレ東で打ち合わせがありますってTX って言ってたから生意気だな何略したんテレ東で、でテレ東ってのもおかしいけどね、わざわざ言うことじゃないから、ね、TX で打ち合わせがあってゴンちゃんが言ってたから生意気だな浮かれてんじゃんテレビに出れるってことで、うん、ダメだそんなやつは。で時間が合わなくて一人で行ったんだけど、うんうん、で車を駐車場入れてさ、はい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 、スタジアム行ってさ、うん、したら、まあ、4000人弱かな、うん、あそこ川崎のスタジアム、うんうん、超満員だったの、ついて。あ、そうなの、そんな人気あんの、うん、もう超満員で、昔ほらドームとかさ、味の素のとこでやったりさ、イメージ東京ドームだね、してたんだけど、うん、クリスマス、もう超満員で、へえ、じゃあもうもちろん学校の関係者の人もいれば、そうそう、普通に試合見に来ている観客の人もいないとその人数なんないね、うん、そうそうそう、ああそんな盛り上がってんの、うん、いいね、でなんかこいてんじゃねえよって言われるかもしれないけど、うん、アメフトの試合を見に来てるお客さんですから、うん、NFL クラブ私やってますから、うんうん、全員が俺のこと知ってるわけじゃない、こいてんじゃねえよほとんど知らないよ頑張んなきゃな、4000日ほとんど知らないと思え頑張んなきゃな次の一手を打たないとななるほどね、こう注目を浴びるような、うん、うん、もう忘れてるからみんなねいやそれで、うん、まあ、女優帽子、あの麦わらのこう深いハットみたいな感じのやつとマスクしてさ行ったんだけど、余計目立ってたらね、女優帽子なんだよこんな長いでかいやつでしょ、 アパホテルのさ社長がかぶるみたいな感じの、万田久子さんみたいなね、万田久子さんは俺はちょっとわからないですけどであのスタジアム行ってもう超満員で、もう立ち見なんですよ、あの座れない、まず座れない、全然座れない、で立ち見ももう横、アメフトって横の方が見やすいのよ、断然ね。だって、まあ、一概には言えないんだけど、まあ、横の方が見やすいかな。大体中継とかも横からのこうね。そう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 。アングルだもんね、映像だもんね。で、上も、あの、一番最上段の方も立ってる人で、ブワーって、立つスペースもなくぐらい。へぇ。ないのよ。入ったら、もう第一クォーター始まった直後ぐらいで。で、あ、これ、あ、入ってないって、スタジアム一周ぐらいぐるりしても、うん、もう、あの全然立っても見れるスペースがなかった。なるほど。うわー、まあ、こんな超満員とはちょっと勉強不足で思わなかったなと思って、うん、まあ、みんな俺のこと知ってるわけだからさ、うん、NFL クラブ全員見てるから、いやいや NFL クラブ。NFL クラブ見てるかもしれないけど、若林くんのことは全員知らない。ほぼ知らないから。いいコメント残さないとな、じゃあ NFL クラブで。見てて、うん、NFL クラブは見てるんでしょ、見てると思う。だから。でも俺は知らない。印象ないってことね。その、眼球に入ってったかもしれないけど、脳に残ってないってね。いやー、これは頑張んなきゃね。もうなんか、風景みたいなもんだからね。いや、
それでもう、うん、なんか父兄さんが座ってるとことかも真ん中歩いてるし、うんうんうん、かつ、うん、なんかこのOB の人とかが、うん、もう陣取ってるであろうとこもこう歩いても、うんうん、もう全然隙間ないの、もうどこも、もうゴールポストの裏も。へぇー。あ、こらーなーと思って、で、一回どうしようと思って、スタジアムから出て、参ったなーと思って、うん、まあ、これ試合が見れないから、うん、もう、帰って、なんとかして映像、誰か、なんか見れないかなとか、うん、で、来たスタジアムにこう搬入とか選手が入っていく、うん、なんつうのマラソンで言うとさ、外から帰ってきてスタジアム入るとこにこう鉄の格子みたいなのがこうさ、シャッターみたいのがしてて、うん、だからフィールドの角っこ、うん、エンドゾーンの角っこから斜めな感じの視点で、うん、格子のとこから見れる。かな。で、そこでも見てる人いるぐらいだけど。で、そこしかねえなって感じ。へぇー、すごいね。で、まあ、ここで、奥の方とか行っちゃうと絶対見えないんだけど、フィールドに立ってる、人とかで。もうだから全体が見れないの。もうそうそう。ここでプレイ してくれたら見れるぐらいの、ちょっとした。だからすごい高いパスとかを投げてくれると、ボールとか見えないとか。ああ、建物が被っちゃってね。でもまあ、ここが一番それでも見えるから。そうか。思って、立って見てたのね、うん、でなんかこうカメラマンとか雑誌のいたりするじゃない感じだから、はい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 、あとなんかこう、はいはい、スーツのなんかこうアメフトの高校の教会の人とか、うんうんうん、各学校の先生とかなんでしょうね、うんうんうん、の越しに試合してる高校生たち見えるぐらいよ、うん、でもここで見るしかないかと思って見てたの、うんうんうん、したらさ、うん、俺たちの日大にこうのアメフト部の顧問の先生らしき人が、うんうんフィールドに立ってんのが見えたのよ。へぇー。うん。ほう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 。ね、うん、で、あ、顧問の先生で、じゃん。だから、見に来てんだと思ったわけよ。はいはいはい。うん。うん、でさ、うん、まあ、なんぼのもんじゃって言われるかもしんないけど、うん、スーパーボールのフィールドに降りたことがある男だからさ、俺さ、うん、クリスマスボールのフィールドにも入れんじゃないかなって思っちゃったんだよね。なんぼのもんじゃい貴様どの口が放ってんだそんな。まあこれは天狗だと思う、うん、自分でも。だけどやっぱもう見たくて、で、この、まあ、で、うん、そのミュージックソン前にさ、なんか俺のさ、なんか青い部分に火つけたかったっていうところもあってさ。ん？お前笑ってんな奥田恥ずかしい。いや恥ずかしくないよ。俺か恥ずかしいの。恥ずかしいこと、恥ずかしいこと言ったから笑ったんだよ。うん、奥田大は。いいんだよ、笑、それ笑う。まあまあ、いいや。でも俺はそういうの気にしないからな、奥田とか春日が。うん、そうやって霊笑することを。俺は出る杭になるからな。それで、誰のためになんだよ。何を変えたいんだよ、それによって。起業をしたいという若者のために。うん、いやいや、背負うな、背負うな、そんなもん。俺が出る杭にならない。起業しないだろ、才能のある子たちがいっぱいいるのに。関係ないんだよ。ついてきてないよ、振り返って。何関係ないって思ってんだ、若いやつ。いや、若いやつは頼りにしてないから、別にさ。とにかくさ、イノセントワールドがいたわけよ。井上先生、ね、顧問の先生ね、うん、がいて、へで、高校の呼び方で言うイノセントワールドがいて、うんうん、ちょうどね、出たばっかり。で、もう髪ふさふさの先生なのよ。で、イノセントワールド。いやいや、むちゃくちゃ上げてるわ。お前、それマジでダメ。俺ら高校にロケとか行けなくなるよ、そんなこと。いや、それは若林さんが。校長先生だよ。いや、今、いや、それも知ってるよ。うん、イノセントワールド。だけど、言えば嘘の情報は伝えられないし。ふさふさだってラジオなんだから言ってさ。いや、それは、ダメよ。調べたら、やっぱり出てくるかもしれないし、根性だしね。うんうん、それ見たときに、やっぱり、嘘だと思われるから。イノセントワールドが、うん、めっちゃめちゃ濃いグラサンかけて立ってたんだよ。うん、ここの時からそうなんだけど。まあ、そうわかるな。で、うん、もしかして、うん、まあ、お礼がいるってことを言えば、フィールドの中で見さしてく、まあ、ほんと、なんかね、うん、立って見てる人のなんか申し訳ない気持ちよ。天狗です。私は天狗だけど、うん、そう思ったのね。どうしても見たいと。見せてくれたりするかなみたいなぐらいの、まあ、本当は良くないんだけど、うん。で、イノセントワールドにさ、うん、シャッターのこっちに来るとしたらさ、後ろが喫煙所があってさ、うん、喫煙する人だっけなと思って、アミソン知らないから、ずーっと、イノセントワールドの後頭部に向かって、うん、タバコ吸え
タバコ吸えってずっと念を送ってたんですよ。まあそうか。いや吸う人か知らないんだけどね。で、うん、いっぱいいるから人もそこでシャッターで見て、うんうん、井上先生っていうのもさ、まあ、ほらそうだ、ね、全員俺のこと知ってるからさ、うん、その言いにくいわけよ。言っても大丈夫と思うけど別に知らないけど。うん、でイノセントワールドのことも全員知ってるし、いやそっちの子も知らないで、うん、言って注目浴びるのも嫌だからさ、うん、なんかまあまあトゥースとかも、うん、違うよな。トゥースは絶対違うだろそこで、まさか20年後にね高校生から、うんうん、タバコ吸えってイノセントワールドの高層部にめがけて念を送るとは思わなかったずっとタバコ吸えおらーって思ってたんですよ切れちゃってるじゃんこれやばいな、怒られるかもしれない、ね、学校に本当に、うん、まあだからそれタバコ吸えおらーって思ってたんですよそれしかチャンスないもんね、うん、喫煙所に来てもらうぐらい、ね、そうそう。で、うん、まあまあでも全然まあもちろん試合に夢中になって見てるから、うん、先生だから来ないわけ、うん、したらさまあ、そういう催し物も素敵なんだけど、うん、ハーフタイムにチアリーダーの人がこうショーをするから盛り上げるために、はいはいはい、チアリーダーの女の子たちがシャッターの前にバーッとすごいたくさんの方がね、いろんな高校の子たちが来たわけってなると、うんうん、試合が見れなくなったわけよ。ああ、だからこのシャッター格子も子犬みたいになってるのね。イノセントワールドこっち来てっていう。で、みんなこう、チアリーダーの方スタンバったんで、うん、まあ横で見てた人もみんないなくなったわけで、ああ、見れ、まあ、まあ前半終わり際。うん、まあ行ったので、上でなんて、まあ空いてないよなとか思いつつトイレ行ったんですよ。へいへいへい。で、トイレ行って、うん、帰ってきたら前半戦が終わったぐらいで、うん、パッて見たら、うん、シャッターの、うんこっち側、場外側に、イノセントワールドが出てきてたんですよ。うん、ほう、チャンスじゃん。いや、ここしかないと思って、俺も、マスクを、まあ、若い子わかんないと思うけど、Qちゃんがサングラス投げた時みたいにマスクを取ってさ。ああ、スパートのね。そうで、女優帽子も取って、うん、イノセントワールドの横に行って、うん、声かけたんですよ。おほうほう。あ、お久しぶりです。うん。若林です。おー、おー、だから、はいはい、おーおーおお、もうなるよね。なって。そらびっくりするよ、向こうも。で、イノセントワールドもね、うん、いやー、ご活躍の噂は金がね、って言われたんですよ。で、いやいや、私なんて本当にもう、うんうん、見よう見真似でやってますと。本当だよね。うん、お前気をつけろ、こら、お前。いや、何かよ。気をつけろよ。いろいろとだよ。どうしちゃったんだよ。いろいろ気をつけろ、お前。何が気をつけることだ。どうした話を聞いてんじゃないか、私は。うん、調子乗りやがってお前。それで、それで、で、うん、でなんかこう中で見せてくださいとは言えない。直接はね。から、うん、俺はいやーなんかいや、うん、たまたまちょっと時間空いてて、うん、見にずっと来たいと思って来れて嬉しくて、うん、でもずーっとこの、うん、シャッター越し見てたんすよ。おお、まあまあいい、うまいかと。あ、そうなのみたいな。はい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 。あ、そうみたいな、忙しい中大変ねーっつって。おー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 、いいじゃんいいじゃん。うん。うん、で、うん、あ、公式から見てたんだみたいな感じで来るかなと思ったら来ないんですよ。うん、だから俺、いや、超満員っすね。やっぱりクリスマスボルトなるぞねーっつったら、いや、そうなんだよ、若林。うん、この富士通のね、スタジアムで、今回初めてなんだけどな。はい、超満員でさ。ねえ、もう座るとこないですもんね、つって、うんうんうん。いや、もうそうなんだよ、うんうん。立ち見の人ばっかっすね、うんうん、で僕もここ、シャッター越しに見てて、つって、うんうん。いや、そうなんだよね。うん、最初からな、もうその、みんな見れる人は入るのかっていう話もあったんだけどな。うん、なんああ、やっぱそうっすか。ドームとかでね、うん、やつしてましたもんね、みたいな。うんうんうん、いやー、混んでますね、うんうん、いやー、そうなんだよ、うんうん。4ターンぐらい続いて。うん、したらなんかその、イノセントワールドが、いや、今日はどうなのこれ見終わった後は仕事なのみたいな。うんうん、ああ、仕事なんすけど、つって、うんうん。で、僕もなんか大人なんで、その、この後の予定の話になった場合、うん、トーク終わるよーっていうサインなことは大人のサインだってことを知ってるわけよ。うん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 、あ、イノセントだと切り上げようとしてんなーと思って話を。まあ、ラス1、うん、いやーなんか、ここ斜めから見ても迫力ありますね、みたいな。うんうん、まあ、決勝だからなーって言われて。うんうんね、そうっすね。ちょっと、またじゃあ、ちょっと改めてご挨拶させていただくんで、みたいな。ああ、またな、みたいな感じでもう別れちゃって。えあ、まあ、で、言えないじゃない。中で見て、じゃその、まあね、申し訳ないしさ。まあ、そうだね。言うならもう一発目だよね。
そうなんだよ、うん、ちょっと席ちょっとないんでみたいな、 そこまでね言えないのよ。だから匂わして、まあハーフタイム中で、あの NFL クラブの、うん、あの P プロデューサーさんに、うんうんうん、LINE したんですよ。え？はあ、なんていうの、うん、富士通スタジアムの人で知り合いませんかねってっていうのは、ゴールポストの後ろになんかこう、うん、なんつうのかな、用具入れの天井みたいなところに3人ぐらいの人が見てたの。ほう、だからあそこをせめて行かしてくんないかなっていう、うん、もう立ち見で埋まってるだろうなと思ってたから、外のうどん売り場の外で LINE して、うんうんうん、プロデューサーさんにね、うん、したら、まあちょっと、うん、あ、クリスマスボール行ってんすね、若林さんって返事がすぐ送ってくれて、そうなんですね。まあ自分からは言えないよね。おうおう、で、なんか、あ、知り合いはいっぱいいますけど、クリスマスボールってことですよね、うん、みたいに来て、うんうんうん、いや、そうなんすよね、みたいな開始して、うんうん、厚生学園の、うん、監督がもう僕も大親友ですって。いや、でも、今試合してる。そうか、そうか。監督が、もう、まあ、ね、うん、日本一が決まる試合でさ、もう何ともできない。まあ、LINE、まあ連絡できないよね、監督に。まあ、いやいや、そうっすか、つって、うん、いや、決勝まですごいっすね、みたいな解消して、いや、うん、クリスマスボール楽しみますっていう返信で終わったんですよ、それもね。うん、うん、そうか、ちょっと強すぎたね、つながりがね。そうそう。近いところを過ぎたか。で、まあ、ハーフタイムだから、そのやりとりして終わって、うん、まだハーフタイムだから、一回見てみようと、うん、立ち見の感じどうなってるかって言ってみたんだけど、うん、スタジアムにもう一回上がったら、うん、まあ、人わーっているわけですけども、うんうん、ゴールポストの裏が、うん、高さあんまないんだけど、はいはい、人が少なそうだから、うん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 、歩いてったら、うんうん、人一人分入れるとこが、スペースが。ほうほう。空いてて。おお、いいじゃない。で、俺、ちょうどいいなと思ったのが、うん、予選をね、見に行った時に、うん、各チームの側になるわけじゃないですか。うん、こっち側が A 高校、こっち側が B 高校、うん。で、僕は A 高校の方で見てた時に、うん、A 高校が負けたんですよね。うんうん、噂で聞いたんですけど、その A 高校の父兄が、うん、若林の呪いだって言ってる噂が、僕の耳に届いたんですよ、この間。なるへそ。うん。だからなんかそういうの良くないなと思ったから、ちょうどゴールポストのど、ま、うん、真ん中の後ろに、じゃあどっちにも呪いがかからないから。はいはいはい。だって応援してるわけじゃないんだけどね、日大に行こうじゃないから。そうかそうか。試合を楽しんで、うん、で、ゴールポストの真後ろが、一人分入れるところだけ空いてたから、うんうん、そこにちょうど入って立ち見で、後半戦は全部見たっていう。はい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 。ことなんですよ。はいはいはい。うん。で、やっぱ思ったよね。うん、やっぱ、スーパーボールを8回も実況席で見れてるってやっぱすげえことなんだなっていうのは、うん。本当感謝しなきゃいけないなっていうのも思ったよ。あと、まぁちょっとやっぱ天狗になってるなっても思ったし、気を引き締められてよかったし。うん、日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、春日を感じろ。ちょっとね、うん、アイス食べながら聞いてほしいんだけどもね。食べてないですけど。いや、もう明らかにね、そのハンゲーダッツ開けてさ、うん、まあ食べながらね聞くなんていうことは、うん、ちょっと正直びっくりしてますけどもね。食べてないですよ、うん、いや、もう食べようとしているじゃない。うん、うん、多分ちょっとまだ硬いからね。そうそう、柴崎コウさんじゃないけどさ、うん、ちょっと溶かして柴崎コウ。はい、ちょっと前の CM ね、今はちょっと変わってますけど、人がね、うん、ちょっと置いた方がいいからね、うん、ハーゲンダッツはね、うん、まあびっくりしてますけども、ちょっと谷口とね、うん、会いましてね、うん、あいつからね、ちょっと前に、普通に話し始めんな、谷口とね。高校の同級生、ね。同級生のね、うん、谷口。あいつがね、LINE してきてさ、お前何、東大受験するんだってみたいな、うん。あ、そうなんです。いや、実は俺もね、谷口がね、俺も今学校通っててなんて、うん。うん、大学院かな、ビジネスの。じゃあ朝の大学？
いや朝の大学、まあ働きながら行く大学、うん、そういうなんか、うん、なんとか大学っていうそうお店とかじゃなくて、うん、本当の大学院のビジネスのなんかいろいろ話したんだけど、うん、よくわかんなくて、うんうん、結構この難しい資格をね、うん、取るために通ってるんだと、うんうん、あいつだって Facebook に書いてたもん、うん、あそう、うん、この年になると守りに入るけど、うん、いろんなことにチャレンジ逆にしていかなきゃいけないなって日々思うってベタなこと言う相変わらずな、うん、そこはいいところなんだけどね、まあ、結局だからすごいそのベタなことずっと言われたって話でもあるんだけどで、うん、その LINE が来てて、うん、いや、そうなんだよ、お前なんかすごいな、つって、みたいなね、うん、まあ番組の企画だからな、なんてこと言ってたら、うん、いや、でもやっぱり大学受験、東大受験は大変なことだからね、うん、何かこの思う、なんかところがあるんだろうと、うん、ね、こういうふうに思って、うん、その企画やってんだろう、みたいな。うん、でそれちょっといろいろとね、自分を勉強している身だから、うん、今度は話そうや、みたいな。真面目に、うんうんうん、ね、花、今後のこともね、なんで今後のことって関係ねえだろお前ら別に二人で何かするわけじゃないんだけど、うんうん、だけどあいつは言うの今後のことも、うん、俺たち今大事な時期だろっつって、うん、今後のこともちょっといろいろと別にね何かを相談したいとかじゃないんだけど、うんうんうん、こういう状況で、うん、こういう風に仕事やってるみたいなことを、うんうんうん、やっぱりいろいろ聞きたいと。友達だからね。友達だからね。で、あいつは大学院かっていうか、いろんなやっぱ人が来るんだ、社会人の同じような仕事用のその資格を取ることを目指してる人が。で、その人たちもいろいろやっぱ話すんだ、いろんな業種の人と。うんうん、で、やっぱ人から話聞いて、うん、得るものがたくさんあるから、うん、お前からもちょっと、うん、得たいと、うん、いうのを言われてて。お前何笑ってんだよ。お前みたいにそうやって熱いやつのことを冷笑するやつがいるから若者が起業しないんだよ。それ何なんだ、何で見たんだそれ。俺はこれ本来お前側に立って谷口いたいなっていう、うん、そういうトークお前想像してるだろうけど、うん、俺は谷口側だから。いやいいのよ別に谷口側でもいいんだけど。まあ咳すんなお前本番中にバカパーソナリティ、これは申し訳ない、うん、これは陳謝したいけどね。そんなようなやりとりがあったから、うん、まあまあ確かにちょっとあいつがどういう気持ちでね、うん、勉強してんのかなっても聞きたいというのもあったから、まあ飯でも行きたいなと思ってて、でまあ行ったんですよ、うん、おいでね、まあ会うなりさ、なんだろうな、はあ、疲れたわ。今週疲れたわ。ずーっと言うの。今週疲れたことをね。うん。で、あいつも なんだろうな。素でやってんだけど、なんか、おうとかじゃないんだ、あった時。おう、みたいな。おう。いや、今週疲れたわ。でもなんか、変だね、その文、文、うん。文。うん。だって、お前来て、うん、おう。って言った後、うん、今週疲れたわって自分のこと言うの変じゃん、うん、いや変だよ読んどいて、うん、そうよ変なやつだなって思って、うん、まあまあそれはね、うん、まあ一応聞くじゃん、なん大変だったのかっつって、うんうん、いやそうやっぱり学校もあるしさ仕事でさいろいろなんかやっぱり部下もいるからちょっと今週部下がでかいのやらかしちゃってみたいな言うな。あ、そうなんつって、いや、それもさ、まあ、今日よ、みたいな、うん。で、その日も、ちょっとその待ち合わせから遅れるわ、みたいなあった、うん。だから遅れたのも、ちょっといろいろトラブルさ、ちょっと俺が全部処理しててさ、うん、俺は、お前側じゃないからな。俺は絶対笑わない。いや、別に。いや、私だって大変だなって、やっぱりね。働くって大変だなって思ったよ。で、なんか。じゃあなんで笑ってんだよ。いや、あいつがもういきなりもうそれを打ってきたからさ、なんか、落ち着いてから話したんじゃなくて、もう会った瞬間にそれを言うわけですよ。それでなんかクライアントなんかいろいろ行って、うん、まあこの時期だからその飲み会とかもあってね。うんうん、で、もうまあ接待じゃないけど大事なお客さんをこうお店に連れて行って、うんうん、で、そこでいろいろやってて、うん、だけど俺もつかむずっと寝てなかったから、はいはい、学校のね、家帰ったらもう勉強して、はい、勉強もあるし次の日のまあ仕事行かなきゃ、それ続いてて、で、トイレ行ってさ、うん、寝ちゃってさ、みたいな。俺絶対笑わないからな。で俺何やってんだよ、本当にっていうのを飲む前に話してんだよ、もうね。飲む前に、俺は本当に何やってんだって思ったんだよ。トイレで寝ちゃったことを。寝ちゃったことをね。うん、俺は本当に自分が情けないみたいなことを、全然酔っ払う前に、うん、全開で話してて。でもさ
もしかしたら、うん、痛いのかな。いや俺たちの世代って何が痛いって何。いや俺まあ大学名は別に言う必要ないけど、うん、そのかなりこう、うん、頭いい大学の、うんうんうん、まあ人いて友達で、うんうん、同い年なんだけど、うんうんうん、なんかメールでね、うん、なんかチカリが話そうみたいな、うん、そういう感じよ、若林もいろいろ思うことありながら仕事してんだろみたいな、うんうんうん、俺も今こうだよみたいな、はいはいはい、でなんかその夜そいつが飲んでるために今から来ないかっていうのが来て時間合わないみたいな、随分続くんだけど、それが4ターンぐらいごめん今日行けないわが続いた後、なんか4回目に今日行けないわの返信の文が8行ぐらいあるんですけど、全部英語だったんですよ。おお、どうしたの。急どうしたの、どうしたの、疲れてるのか、なんで。それでなんかGoogle 翻訳で俺コピーして全部訳したんですよ。おなんで、何さ、なんか、うん、お前も疲れてて俺も疲れて、でも疲れたって言ってられない年頃だよなみたいな熱い文章だったんですよ、訳したら。なんか、なんで英語だったの、ちょっと痛いのかなやっぱり。なんで英語かを、うん、その人間の心理がどうなって英語になったかを考えてんだけど、わかんないけど、なんかちょっと今春日の単位字の話聞いて、なんか英語喋り出すのかなと思って。なんだダメだ俺、あと英語の方がなんか表現できるような感じ。なんか日本語よりもなんかそんな感じがしちゃって、谷口も春日のことを全然聞かないじゃん、お前最近どう、自分の話をずっと始めて、だからオープニングでした話よ、自分の話してんなずっとお前っていう。ああ、だから谷口は全然それが嫌じゃない人だろうね、だからね、自分の話をしたい側の人、自分の話しかしてないじゃん。まあそうだわ、いたわいたわ、身近にいた。すごい変な話だよ、徹子の部屋でゲスト来て、徹子さんが、いやー最近ね私夜がね寝れなくてねっていう状況だからね。まあ、そうだね。向こうからね、うん。どうだって言われてるからね。うん。まあ別に、確かにそうだな。うん、で、ばーっとこう、まあ話してて、うん。で、まあ結局だから、まあ、年末だなーみたいな話になったわけ。つまんねえなーそれ。うん。まあまあ、そういうね。うんうん、で、まあそうだなーって言って。うんうん、いや、今年はあっという間だったわ。っていうわけよ。うん。うん、まあまあまあ、あっという間だったな、確かに。自分のことばっかり。2017、あっという間だったな、っていうわけ。うん、あっという間だったな。まあでも、それは、その、何もやってないやつは、多分、あっという間だったとか言わないと思うんだよ、と。俺はやっぱり、2017を突っ走ってきたから、年末の今、あっという間だと思えてる。これは幸せなことだな。いうの、まあそうだなってこっちも。それは何、酒もう飲んでて、来る前、ビール来る前よ。あ、まだ酔ってない、まだ来てない、来てない。あ、怖いね、うん、逆に酔った方がいいかも。エロい話始めた方がいいか。そうかね。あ、まあでもだからそういうモードだったんだよ、谷口も。いつもはそんな感じじゃないけど、よりやっぱり強かったわけよ、もう語りがね。で、まあそういうのもあるかもなーつって、やっぱりこの、生きる、どんだけ真剣にね、日々を過ごしたかによって変わるのかもしれんなーなんつって話してさ。それはどうなの、なんかやることいっぱいあって、なんとかこなしてきてから、長く感じるっていう人も人にはいるだろうから。まあまあそうだろうね。人によるよね、その話。とか、あいつと飲んでる時言うとめっちゃ怒るよ。よっこ怒る。いや、そういう話したいんじゃないんだよって言うよね、あいつ、うんうん。そうね。だから、100で跳ね返すとダメだから、じわじわ。じわじわ。まあそういうのもあるな、なんつって言って。同意しながらね。そうそうそう。うん、で、ちょっとどうなのっていうことも言いつつ、うん、で話してて、うん。で、いや、ほら、俺らもさ、もう39だよ、なんつって。あいつ年齢をよく言うな。言う。そう。大体その、つかみが年齢だからね、あいつ。あいつの話のつかみが。何つかみが、ね、最初に年齢の話をまあするね。だって、同級生なんだから分かってんだろ、年齢なんて。だけど今、その何歳でどういう状況になるかって言うの、来年も39だろ、まあ40か、なんつって言って。間違えてんじゃねえ。ここはやっぱ30、一番大事な時期だと思うんだよ。っていうの。大事な時期長いな。長い。ずっと大事な時期だよ。大事じゃない時期がないからね。あいつの中で。で、まあ、30代は正直、本当に突っ走ってきたと。で、このまま、このままの勢いで、40代に突入したいっていうのよ。それなんか言う意味あんのかな、それを。
いや、わかんない。だ出すことによって自分にも言い聞かせてんじゃない？わかんないけど。なんでそんなのに付き合わなきゃいけねえんだよ。でも俺は笑わない、絶対。いや、私も笑ってないよ、別にね。いや、今笑ってんだよ。40代、ああ、まあそうか、つって、うん、まあ一番40代って働き盛りだからな、そうだかもな、つって。それ人によるだろうけどね。まあ一般的にね、うん、そう言われてるからな。一般的がどの範囲かわかんないけど、それ。なんつって言って、うん、まあ、こっちも調子合わせたのよ。はいはいはい。で40代に入ったら、うん、そのなんか世代の話になってさ、うん、40代だったら、まあ、この30代の勢いを生かして、うん、まあ、さらにこう突っ走っていきたいと、うん、あ、ちょっとターボエンジン積んで、うん、こうマジで言ってるからね、うん、ターボエンジンターボエンジン積んで、もう真剣な顔で積んで、うん、そのままの勢いで50代に突入したいっていう。それであの、うん、あのオートレースの話じゃないんだよね。その人生の、いや、オートレースとか競輪とかの話じゃないよ。え、なんかその縁、その突入するものなの、その推進力みたいなもんで人生、まあ、やつの中じゃそういう風に見えてんじゃない、うん、やっぱり前の年代20代30代はやっぱり20代、その時に関係あるんだ、どんだけこうね、うん、まあ助走というか走ってこれてるかどうかなんじゃない、とにかくだから走っていきたいわけ、あいつは人生言ってたもんね、走り続けましょうみたいな、うん、そうなんかちょっとどっちかにしてほしいけど、走るのかエンジンかターボエンジン積んで、うん、またすごい勢いで50代突入していきたいと、うん、で50代もそのまた勢いをね、うん、そのままその保って、うん、で60代になって一回ちょっと、うん、止まりたいと。それは面白いわ。そう、なんか、ありがたい。一回立ち止まりたいと。うん、もうそれなんでだって。やっぱり、60代になったら、やっぱ下の者もいっぱいいるし、うん、そのなんか、走り続けてね、一、うん、回その後ろ振り返れないと、うん、やっぱ人もついてこないと思う。つって、うん、あいつの中だから、すごいプランがあるわけさ。うん、で、結局75まで働きたいね、うん、なんてことを言ってて。うんうん、で、70代で、また突っ走り知りたいんだよ、と。うんうん、70代で突っ走りって何なのつって、うん。で、なんかすごい、ちょっと面白かったからさ、一回立ち止まって60代でも70代また突っ走り、うん、なんか考えがあんのかな、うん、70代って何ですのさ、やっぱ70代になったら、まあ一応その、ね、若い、下の世代に全部この、自分がやってたことをまあ譲ってというか、うん、育てて。社長みたいな感じだよね、もう自分が。育て終えて、やっぱり田舎暮らししたいね。超ベタなさ。俺は笑わないけどね。起業する若者が減っちゃうから。こういうので笑ってたら夜のラジオで。お前みたいな、それ、霊障は俺はしない。俺は谷口の田舎暮らしを応援する。このままの勢いで、谷口の田舎暮らしに突入する。おいでさ。でもう本当になんか、あいつがいいところがさ、それをさ、その自分の発見みたいな感じで話すところが素晴らしいところだと思うのね。実際ね、あの、田舎暮らしをね。うん、そうそうそう。誰かの影響じゃなくて。そうそうそう。それ、うん、で、ほう、田舎暮らしで何すんのさ。やっぱりその、まあ、都会からこう離れて、うん、で、まあ、田舎の自然の中で生きてね、うん、まあ、畑を、うん、まあ、うちの神さんとね、まあ、ものすごい奥さんのことを、うん、嫁のことを愛してるんだと、うん、まあ、言うのよ。だからその頃もそういう理解もあるだろうし、うん、ついてきてくれると、うん、でその頃も今と変わらず、まあ、愛してるから畑をね、うん、二人でこうやって、うん、でそれを自分たち食べてログハウスとかでね暖炉を見ながらウイスキーを、本当それマジかっつって俺、それこの間番組で見たわって、そういう人、うん、番組見たって話じゃないんだよ。じゃないじゃない。ちょうど見たぞって言ったら、ああ、俺と同じ考えだな、みたいなことを言って。俺が先ってことね、そうそうそう、むしろ。これでもなんかオチがあるんじゃないの、振りすぎだもん。うん、いや、別にオチはないのよ。いや、でも死に方面白いこと言ってるでしょ。だって死まで行くんでしょ、うん、人生の話で話してんだから。死までは行かなかったね。うん、あ、そうなの、そこまではね。え、そうなの、うん、そうよ。田舎暮らしで終わりか。田舎暮らしをしたいっつって、まあ言ってて。そのままの勢いで死に突入していくっていうふうには言ってなかった？あ、そうすりゃよかったな。え、違う。それは谷口の話っていうか、お前のトークの技術の話じゃないから。いや、その人生よかったな。お前はいいやつだな。それを崩さないで、うん、
なるほどなぐらいの、なるほどなって聞いてんでしょ。聞いてる聞いてる。せな、なんなのお前、なんかその層の、うん、見てる人みたいな感じなのそれって。層、映画の層の、層の指示出す人。うん、なんか俺、なんかせせら笑ってんだろお前。いや、笑ってる、一生懸命そうやって。谷口がそんなこと言い出すのはもう学生時代からのことだからね、うん、その本当に1ページ目みたいなことをずっと本気でさ、うん、そういうベタなことをさ、うん、自分の考えみたいな感じで言うから、うんうん、それはそこにもう違和感はあんまないわけですよ。慣れてる。慣れてる。で、うん、別にそんな面白いっていう感じもないし、もう普通にもうフラット。いや、面白いって感じなきゃトークで持ってこないだろ。, 笑ってるし、ゲーム。確か面白いと思ってるね。うん。で、お前、そう、そうのやつじゃねえかよ。いや、違うよ。で、でね、いやいや、やっぱりそれは言っても、やっぱりサラリーマンだからね、うん、結構いろいろ板挟みになったら変なんだと。知らねえよ。いや、厳しいな。急に、うん。うん。やっぱ見てて思うようなこともいっぱいあるし、やっぱり会社にぶる下がってるやつがいるみたいな。自分で働かないと。で、それね、うん、俺と飲んだ時も言ってたよ。言ってた。なんか、俺たちって自分たちで仕事してるから、うん、あんま、その、絶、う、対、ん、会社はさ、後輩の育成とかが直売り上げにつながってくるじゃんみたいな、だよみたいな話してたの向こう。で、仕事、自分からやるやつとやらないやつってどういう差なのみたいなこと言ったら、いや結局ねみたいな、自分から探して仕事くださいっていう目をしてないやつは置いてかれてるよねって。結局頼まなくなっちゃう。そりゃしょうがないじゃん。それはこっちだってしょうがないじゃん。うん、言いそうだな。わかるな。言ってたかもしれない。もしかしたら聞き逃してただけで。うん、その時も。うん、で、いう話で、あれはさ、なかなかこう、言い方が難しいんだよな、なんつう言ってるのよ。そういうやつに対して、憤りというかね、あるけど、つって。で、話してたからさ、私もさ、まあ、ベタな、ね、うん、論というか、うんうんうん、なんかで見た、うん、なんか働きありの、うんうん、なんかよく言うじゃないですか、うん、絶対サボるやつがいて、それはもうしょうがないようなことなんだよ、つって、いう、集団のやつね。そう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 、うん、話をしたらね、谷口は、いや、そんなこと、でそのベタはベタじゃん、その話も。まあまあ、ね、うん、言われてることを言って、そうそうそう、うん、うん、いや、そベタなことを言うなって言われるかと思ったらさ、あ、はあ、そうなんだ、はあ、っていうがっちり入ってさ、あれ多分どっかで話すな、働きありの話。あの、俺もまたベタなこと言うんだけど、うんうん、もっと本を読んだ方がいいね。谷口は。プレゼンツオードリーのオールナイトニッポングー。毎週リスナーから寄せられるさまざまなジャンルのいろんなグーを紹介していくコーナーです。はい、このコーナーはちょっと大きな声で言うことじゃないんですが、オールナイトニッポン50周年放送作家オーディションの指定コーナーになっています。いいよ、大きな声で。ラジオネーム、プリティドッグ。爆笑問題、太田さんにグー。毎朝、47度のお湯に入浴。その後、自宅の階段上り下りを30分。その後、仮眠。その後、再入浴という、謎のルーティン。太田さんがこだわりあんだろうね。なんでそれをどう、何で確立したのかね。ないろいろ試して試行錯誤したら、これが一番いいんじゃない、うん、健康に、自分の、あの体に合うのかな、うん、何かで発見していったんだろうね。なんか絶対水筒持ってんじゃん、あの水とかペットボトルのお茶飲まないのに、うん、太田さん黒い水筒絶対持ってんのよ、スタジオで、うんうん、なんかあるんだよ、やっぱり。なんか結構やっぱ気にしてるのかね、健康と か, なんかこういうさ、うん、なんかあのルーティーンみたいな才能ある人持ってるよね。ああ、うん、なるへそ、うん、そうか、なんかあるんじゃない？そういうことなのかな？しっくり、心にもいい、うん、なんかしっくりくるっていう、うんうん、ラジオネーム、男前ボーイズみっちゃん。森脇健児にグー。ドラマで野球部の監督役をする際、智弁和歌山高校の高島監督を意識して演技をしていたら、スタッフに
めちゃくちゃ怒られたこと。怒られるまでよっぽどだねそれ。まあかなりこう柔らかくやめてほしいってことを言ったのがこう伝わらず続いてたのかもしれないしね、うん、だから全然違ったってことなんだろうね。やってほしいことじゃなかったんだろうね。違いすぎたってことなんだろうな。うん、ラジオネーム時計仕掛けの異端児、クリス松村にグー。旅行でロンドンに行った際、ピコ太郎に間違われたこと。はあ、服装だろうね。ああ、ま、わかるな。ちょっとわかるよね。そう。うん、ちょっとわかる。うん。ラジオネームヒッパマン、飯田浩司アナウンサーにグー。品川駅でキスをしているところをラジオのリスナーに見られたこと。どういうことなんだよ。え？本当かな。飯田そんな、なんか結構そんなオープンな人なの？今度聞いてみよう。明日か。明日聞いてみよう。こんなザ・日本人みたいな感じなのに。結局ね、うん、いるんですよ。品川駅で、うん、降りると。あ、そういう？キスしてる。うん、まあ、ちょっと髪の毛の薄い、アナウンサーと、がキスしてることが結構多くて。あ、そうなの？うん、知る、なんか、結構有名なの？いるっちゃいる、品川に。飯田浩司アナウンサー。それどういう状況だったんだろう。奥さんじゃないの？結婚してるもんね。もう奥さんだろうけど、でもだとしてもなんかすごい酔ってたのかな。なんかこう名残惜しくてキスしてる人いんのよ、品川駅。結構。まあまあ、いるだろうけど。うん。うん、いや、飯田アナがそういうイメージないじゃない。うん。でも、そういうタイプっぽいけどね。ビジュアル、ビジュアルとかは。どこを撮って顔とかさ。いや、全然しそうじゃないじゃん。なんか、伊達男っていう感じしないやん。全然しないよ。まあ、イメージ違うか、じゃあ、ちょっと。うん、真面目な男ってイメージよ。うん。では、この中から一番、ガーなものを春日さんが選びます。クリス松村。はい、おめでとうございます。はい、12月のプレゼントはチキンライス、匠おかず特製チーズ鶏つくね、今川焼きかっこチョコレートクリーム、お弁当にゲー、アボカドチーズフライの4種類が入ってます。今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。来週もいろんなものにグーと考えて送ってください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com、 はがきの先は郵便番号 100-8439 日本放送、踊りのオールナイトニッポン、グッドの係り、日例の冷凍食品をお送りするので住所本名年齢を忘れなくお願いします。このコーナーはちょっとはばかられるんですが、オールナイトニッポン50周年放送作家オーディションの指定コーナーになっています。堂々としてらいいよ。オーディションの参加方法や他の番組の指定コーナーはオールナイトニッポンのホームページをご覧ください。オードリーのオールナイトニッポン、死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てたと言わないで。オードリーのオールナイトニッポン、他に道なき二人なのに。死んでもやめんじゃねえぞ。夢は捨てたと。さあ参りやしょう。ラジオネームカズヒラミラ、おい、ヘイタクちゃん。風俗嬢から佐野ミロルを振られ、プライドを捨て丁寧にモノマネした後出禁になること。死んじゃめんじゃねえぞ。なんかでもなりそうだよ。出禁に。そういうね。ラジオネームミルクノート、おい、秋竹城。ミュージックソンの生放送中は歯を食いしばってヘを我慢すること。死んじゃめんじゃねえぞ。そんな出るんだね、すごい。元気なのかな。というね、ラジオネームチロリズム、おい、三四郎愛だ。
仕事が終わってから家に着くまでに出会った人間すべてを出待ちの人数にカウントすること死んじゃめんじゃないぞ。それは反則だね。というね、ものすごい人数だ。